サスケ。カリン、人質に取られるようじゃ足手まとい。てめえ絶対許さねえからな。すまなかった。てめえそんな言葉許さごときと思っているサメのか。このろくでなし。相変わらずサスケ君に弱そうね、カーリン。あの髪の色から察するに彼女は渦巻一族のようだの。渦巻一族といえば思い出すな、俺の妻も。兄じゃ、思い出に浸っているところ悪いが、そういうのは今度だ。うん、そうであった。戦場へと急がねばならなかったな。いや、その前にやるべきことがある。ん？戦場に向かうのはいい、だが本当にこいつらも連れて行っていいのか、わしは疑問を持っておる。どういうことですか？足手まといになるならば、おとなしくしていろということだ。あなたにはそう見えますか？私たちが。オロチマルとやら、お前はまあいい、他の者が問題なのだ。ならば試してみますか、彼らを。そのつもりだ。うん、ならば俺も入ろうぞ。戦争前に少し体を動かしておきたい。サルトビ、お前もだ。久方ぶりのスリーマンセルぞ。ああ、わかりました。ではこちらはサスケ君に15、あと水月、あなたたちの力を見せてあげなさい。なんで僕が？カリンは援護役、戦闘専門はあなたたちでしょう。それでどこで試すのですか？まさかここで。バカな、かつてわしら兄弟が修行場として使っていた場所に移動する。なるほど、確かにここなら迷惑はかからんな。さて、今から我ら三人がお前たちの力を確かめる。ここで力不足と判断されれば。能書きはいい、さっさと始めろ。ちょっと挑発はやめてよ。もっともぞ、俺たちに時間はない。おお、隙が見当たらぬ。なかなかの忍びぞ。面白い。失礼ということだな。血は力を見極める。そう、少し本気を出してみようかの。逃げられると思うな。平気だ。力を貸そう、わしに任せろ。逃げられると思うな。よし、突破！準備万端じゃ！僕がやろうか？木竜の術！持ってくるがいい！ここだ！どうだ！よし！逃げられると思うな！あとは手に入れないで。ほら、
わしのことを口にしてもこの程度の実力ではな。いや、どうやらまだ本当の実力を出し切ってはいないようだ。さて、ここからどう巻き返すか。さて、試してみるか。あれ、意外とイケてる。なんかやばそうなんだけど。大気が震えている。木竜の術。我らを相手にここまで粘るとは、これだけの力があれば。評価を下すのはまだ先だ。最後までやらねば。何を遊んでいる。水筒水晶波水月。やっぱ僕だよね。は持たないよ。でも、アマテラス。やりおる。どうする？こやつ。このくらいで十分ぞ。で、結果的にはどうなんだろう。マダラも驚くだろう。これほどの強者が戦場に現れれば。つまり合格ということですかの。まあ、想像以上だったと認めてやろう。おさて、他の者たちを待たせている。里に戻ろうぞ。あー、サスケ。待たせたな。いえ、それで結果は。うん、問題ない。このメンバーで戦場へと向かうとしようぞ。火影たちよ、いよいよ戦いの時だ。里を見守ってきたこの顔岩の上より、しっかりと里を目に焼き付け、戦場へ駆けつけようぞ。やっと息子に会える。ナルト、今まで父として何もしてあげられなかった分、大きなプレゼントを持っていくよ。久しぶりの戦争じゃ、気を引き締めていかんとな。マダラ、今度こそ倒す。不謹慎だが、慣れ親しい友に会えるのは楽しみでもあるな。いつの世も戦いよ。
だが戦争もこれで最後ぞ。行くぞ。